バモスを内装カスタムしてアウトドアを楽しもう。昨今は広い室内空間を誇る軽自動車が数多くラインアップしているものの、一昔前までは商用タイプのみでした。その時代に商用ワンボックスを常用タイプに改良して発売したのがホンダバモスです。バモスは販売終了している現在でも、 外装と内装を自由にカスタムできる車として人気を博しています。この記事では内装カスタムの代表的な事例や注意点を解説しますので、自分好みのカスタムをぜひ楽しんでください。バモスはカスタムにおすすめ。内装の3つの魅力。ホンダバモスの歴史は1970年まで遡り、 オープンカータイプの軽トラックとして1973年まで製造・販売されていました。その後1999年に商用車アクティをベースに乗用タイプ軽自動車ミニバンとして復活したのが現在名が知れているバモスです。デビュー以来人気を博していたものの惜しまれつつ2018年に N バンへバトンを引き継ぎました。しかし、現在でも自在にカスタムできる車として人気があります。まず、バモス内装の魅力をチェックしてみましょう。カスタムしたくなる広い室内空間。バモスのカスタムというと、外装をイメージする方が多いかと思います。実は、バモスの広い車内は、アウトドアやキャンプ好きから支持されており、 好きなようにカスタムしたくなる内装であることをご存知でしょうか軽自動車の規格を最大に活用した室内サイズは 1645×1250×1270mm です。上手にカスタムすることで車内の使い勝手を良くしたり上質な内装に仕上げたりできます。多様なシートアレンジ バモスは用途、乗車人数、荷物の量などにより自由にシートアレンジができます。リアシートは6対4加藤式採用です。荷物の長さや大きさに合わせてシートの片側、両側を倒せます。例えばリアシートをフルフォールダウンすれば26インチと20インチの自転車を同時に積むことも可能です。 前後シートを倒したフルフラットの状態では車中泊もできます。アイデア次第で様々なアレンジができる内装がバモスの魅力です。車内をすっきり使える収納。バモスのインパネは操作性機能性に優れたデザイン設計です。加えて軽自動車規格サイズの車内をすっきり使える工夫が随所に施されています。 収納スペースの多さがその一つです。インパネアンダートレイ、カードホルダー、内蔵、グローブボックス、ドライバーズポケットなど。あれば便利な使い勝手の良い大小、様々な収納スペースが数多く用意されています。バモスの内装カスタム事例はどんなパターンがあるの車のカスタムには様々な方法があり。車種ごとにカスタムパーツが用意されています。 価格帯も幅広いことが特徴です。バモスの内装に使用できるカスタムパーツは、いくつかのパーツメーカーによりリリースされているため、チェックしてみましょう。簡単にできるバモス内装カスタムの事例をご紹介します。シート、カバー、バモスの純正シートは上質なトリコット素材で、汚れにくいバチ水性がある消臭シートが採用されています。 純正シートの劣化を防ぎ、さらに高級感を味わいたい方は、バモス用レザーシートカバーがおすすめです。PVC のフェイクレザーであるものの、本革の質感を味わえます。表面には生活撥水加工が施されており、背面はディンプル加工です。民からのオーナーレビューには、実際にカバーをつけた人が、 本当によくできてます。最高。という感想を投稿しています。インパネ、内張り、簡単な内装カスタムとして、純正のブラックで統一されているインパネを、自分好みのデザイン柄に貼り替えることも可能です。インパネ用貼り替えキットは、カスタムパーツ店ではなく、100円ショップなどで購入できます。 シルバー木目調、フワ風など、好みのデザインに変更できる点が魅力です。実際に張り替えたオーナーレビューが民からに寄せられており、和風なインテリアになりました、と画像が投稿されています。助手席、テーブル、バモスに取り付け可能なフロントテーブルも用意されています。スマホやドリンクなどをすぐ目の前に置けるため、 ロングドライブや車中止まり時に便利です。通販やネットオークションで購入できます。商品によっては、ボルトや両面テープなど固定方法が異なるため確認しましょう。民からには、とてもドリンクホルダーが、使いやすくなりました、とのオーナーレビューがあります。車に乗る用途や頻度を考慮し、チェックしてみましょう。荷室 荷台広い荷室空間を有効利用するために自分なりにカスタムしている人もたくさんいます。民からにはクッションマットを使用してベッドを自作しているオーナーレビューがありました。あんまり大掛かりなのを作るとメンテナンス性が下がるのでマットにしましたとあり作業時間は30分以内となっています。簡単にできるため アウトドアやキャンプの予定がある場合は検討してみましょう。市販のパイプやラックを活用して棚を作成している人もいます。アイデア次第で自由自在にカスタムできる2室空間はバモスの魅力です。バモスの内装カスタムの注意点。用途や好みに合わせてカスタムできることがバモスの魅力ですが、覚えておきたい注意点があります。 カスタムした後に元に戻さなければならない。という事態を避けるためにもきちんと確認しましょう。運転時の安全面を考慮しよう。注意点の一つは運転時の安全面です。おしゃれを重視してカーテンやフィルムなどを取り付けたい場合、場所によっては不正改造とみなされかねません。 フロントガラスフロントサイドガラスのフィルム添付や装飾には注意が必要です。前述の通り、シートアレンジによりフルフラットにして、車内空間を広く保てることはバモスの魅力です。ただし、助手席リアシートの撤去は、車検証上の乗車定員変更とみなされ、行動走行はふさわしくありません。 日常的に外しておきたい場合は、車体の構造等変更検査を運輸支局で受ける必要があります。純正パーツは保管しておこう。外装、内装問わずカスタムする際には、純正パーツを外して行うケースが多くあります。その場合、純正パーツは処分したり売却したりせずに保管しておきましょう。 カスタムの種類によっては、車検の際に純正パーツに戻す必要があります。加えて、車を手放す際の査定時に純正パーツがあれば、査定額がアップするケースも少なくありません。リセールバリューを考慮すると保管しておいた方が良いと言えます。内装カスタムを楽しみたいバモスはいくらで買えるの 現在、バモスは販売終了しているため、中古車市場で購入できます。カスタム好きな方に需要があることから、今もなお人気です。購入を検討する際には、大まかなスペックや、中古車相場価格を事前に確認しましょう。バモスのスペック。バモスのボディサイズは、全長 3395× 全幅1。 475× 全五 1755mm です。グレードは1種類で 2WD、4WDATMT を選択できます。最高出力は 2WD と 4WDMT 車は 45PS、4WDAT 車は 52PS です。最大トルクは 2WD と 4WDMT 車が 6.0KGF、4WDAT 車は 6.3KGF となっています。JC08 モードカタログ燃費は、AT が1リッター1 4 6から 15.0kmMT は1リッター1 6 0から 16.8km です。バモスの購入価格の目安。 1999年にデビューしたバモスは、ことあるごとにモデルチェンジを行ってきました。最終モデルは2015年3月に発表し、2018年5月に販売終了したモデルです。2015年モデルの新車価格は、132万円、151万4400円でした。2022年5月16日現在の中古車相場は、 0.1万円、198万円です。オプション搭載やカスタム内容により価格帯に差が生じています。